モーニングレースとは、公営競技において、通常の時間帯より早く開催し、実施される競争の通称である。開催の名称は、各公営競技において様々な名称が付けられている。ボートレースでは、ボートレース芦屋で2010年7月9日より、公営競技では、初となるモーニングレースとして、サンライズレースを実施している。これは9時半頃に第一競争を行い、 15時前に最終第12競争を行うもので、多常のナイター競争と時間帯が重複しないように移動させたものである。当初は同年10月19日までの予定だったが、公表を得たことから、以降も継続して開催されることになったほか、2011年2月より、ボートレース徳山で、グッドモーニング徳山を、同年4月より、ボートレース唐津で朝どき、朝時、 から、を、ほぼ同じ時間帯で実施するようになった。ただし3場とも、SGGIGII 競争の本場開催については、モーニングレースは行わない。特に、モーニングレースの場合は、本場の来場者数減少や、序盤戦の1から2レースにおいて、スタート展示、展示構想といった一連のレース前のリハーサルが、十分に見ることができないといった課題もあるが、 電話投票の利用者の売上が向上している傾向から各地で導入の傾向が進んでいる。競輪でも岸和田競輪場が2012年5月4日から6日の開催において岸和田モーニング945として9時45分に第一競争を実施し最終競争を14時50分に実施するモーニングレースが行われた。その後茶かより モーニング競輪として実施する、競輪場を増やして施行することが発表され、高知競輪場がグッドモーニング900として11月1日から3日、別府競輪場が9時からだよ。全員集合として11月3日から5日、豊富競輪場がモーニングレースとして11月5日から7日、豊橋競輪場が11月26日から28日に、それぞれ行われ、 いずれも第一競争は9時に発送された。2013年も夏季に開催されることになり、上述の4場に加え、佐世保競輪場でも7月4日から6日まで行われた。また、高知競輪場でも10月、11月の2開催で実施された。2014年も新たに小松島、竹尾、熊本の3場が実施場所に加わった。前述の場のうち佐世保、高知、 甲府、別府でも引き続き実施される。また2015年も、新たに、宇都宮競輪場が実施場所に加わった。2018年も、新たに、伊東温泉競輪場でも実施される。2019年も、新たに、青森競輪場でも実施される。2020年も、新たに西武園競輪場や大宮競輪場や、小田原競輪場や、岩木平競輪場や、 鳥出競輪場でも実施される。2021年も新たに立川競輪場や奈良競輪場や松山競輪場でも実施される。2022年も新たに名古屋競輪場でも実施される。2017年10月からミッドナイト競輪と同じ7車率で7レースを AQ1.2 班線と AQ3 班線に節を分けて施行している。現在は場によっては F2 開催をすべてモーニング7にしている場もある。反響はよく、2017年度のモーニング競輪は、対前年度比で115.2%となるなど、売り上げは好調である。ファンからのニーズも高く、半年先まで決まっている開催スケジュールの中では、当初開催予定のなかった競輪場で、追加開催が発表されるほどになっている。2019年8月10日の開催から、 一部の競輪場で第一レース開始時刻を従来より20分前倒し、して午前8時30分とする試行開催を実施している。オートレースでは2021年度よりオートレース発売がない空白時間帯での新たな開催として浜松オートレース場にて浜松アーリーレースの試行開催を j a より発表。浜松アーリーレースは有観客開催で 本場、場外、ネット及び電話投票にて、車検発売を行う。3日間開催、7車立て8レースもしくは9レース制で、概ね10時から14時の間に発送する。2021年度は5月28日から8月29日の、間に4開催実施された。2022年度以降も、アーリーレースの開催を予定している。ありがとうございます。